はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。お願いします。このチャンネルは元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。2023年中、今年中にですね、チャンネル登録者数を1万人を目指しておりますので、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。てな感じでね、今日もやっていこうかなというふうに思うんですが、今日の動画はね、毎週、まあ火曜日と金曜日、まあ今日は土曜日ですけども、カードの頭の日に、発信しています、勝敗予想をね、やっていこうかなというふうに思います。今日から始まる、ジャイアンツ対スワローズの勝敗予想について、今回もやっていこうかなというふうに思います。はい、いつもと同じなんですけども、前のカードもね、僕予想してますんで、それの、答え合わせをしてから、僕の勝敗予想を、今回のね、スワローズ戦の勝敗予想をさせてもらって、で、データなんかを見てって、説得力を、増していくと、いうような、動画の、内容に、なってますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、カープファンの方なんかも、あ、カープファンじゃない、スワローズファンの方にも、見てもらいたいなというふうに思いますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、こんな感じでね、まず、全カード、巨人対広島の、僕の予想と結果をちょっとね、答え合わせしていこうかなというふうに思います。はい、もしね、この動画、詳しい動画見たい方いらっしゃいましたら、概要欄に、この前のカープ戦の予想の動画を貼っときますんで、ぜひね、そちらも、見てもらえれば嬉しいです。はい。じゃあね、僕の予想とカープ戦のね、まず前のカードのカープ戦の予想と結果をちょっと見ていこうかなというふうに思うんですけども。はい、1対3負け、2対5負け、3対2で勝つ、負け負け勝ちというふうに予想しました。で、先発に関してもね、すべて当たってました。はい。で、結果どうなったかっていうと、4対0で、勝ちまして、予想外れましたと。で、2戦目は0対2で、負けて、予想は当たってます。はい、最後は1対6で負けて、予想も外れましたというところで、そうですね、僕の予想も、1勝2敗というところに、なってしまいました。残念ですね。すごく難しいですね、やっぱり予想はね。はい。じゃあね、どんな、試合やったかっていうのをちょっとだけ軽く、触れさせてもらうと、まあ一戦目ね、まあ簡単に言うと山崎より投手がめちゃくちゃ良くて8回0、8回、0失点、無失点という風になりまして、まあホームランもね、中田翔選手、秋広選手、丸選手なんかにホームランが飛び出して、まあ4対0で完封勝ちしたという、素晴らしいゲームだったと思います。はい、2戦目ね、これね2戦目ね良くなかったですね。はい、まあ完封負けなんですけども、相手の森下投手ね、全然調子が良くなかって、上ついた球、たくさんあったんですよ。なんですけども、そこを攻めきれずにね、グリフィンも小園選手にツーランを打たれて、6回2失点かな。もう全然悪くなかったんですけども、打線がね、もう本当に情けないというところで、はい、2対0で完封負けしてしまいました。はい、で、3戦目なんですけども、僕動画に上げましたけども、まあ、クソ試合でした。はい、3戦目はクソ試合です。はい。1対1でね、延長に入ったんですけども、11回表に、5点を取られまして、はい、6対1で結局負けてしまったというゲームなんですけども、まあ、この3戦目に関してはね、もう僕、ボロクソ言ってますんで、まあ、こちらの動画も見たいという方いらっしゃいましたらね、概要欄に貼っときますんで、もうサムネイルがクソ試合、みたいな、サムネイルでやったんですけども、はい、こちらの、僕がね、ボロクソ言ってる、動画を見たいって方がいらっしゃいましたら、概要欄から、この動画を3戦目のね、この試合の解説も、見てみてください。ってな感じでね、今日の、スワローズ戦の勝敗予想をやっていこうかなというふうに思います。はい。15、16、17というところで、まあ、今日ね、僕2対5で負けるんちゃうかなというふうに思ってます。はい、先発、井上、防御率 4.5、ピーターズ 2.48 となってます。はい。まあ、今日に関してはね、横川投手と繋ぐんかなと思っ、いつも通り繋ぐんかなと思ったんですけども、横川が抹消されてるっていうところがあるんで、なんで抹消してんやろっていうところもあるんですけども、これちょっと、僕は今日負けるやろなっていうふうに予想してます。で、2戦目なんですけども、2戦目も2対4で負けるというふうな予想してます。
はい、メンデス 2.06 と、高橋 3.59 という、防御率なんですけども、非常に高橋、投手がね、7月に入ってから防御率0点台というところで、非常に調子メキメキと、夏男なんかな、まさか夏男なんかわかんないですけども、非常に調子上がってきてるっていうのがあるんで、で、今のジャイアンツの打線を考えると、まあそこまで、点は取れないだろうし、メンデスもね、やっぱいいので、相手にもそんな取られないやけど、こっちも取られないし、まあ負けるやろっていう予想で2対4っていう風にしてます。で、3戦目は5対3で勝つという風な予想をしておりまして、まあ菅野投手がね、非常に安定してるっていうのがあるんで、まあ、やってくれるやろうっていうところです。で、石川投手もね、まあ、防御率 3.58 というところで、まあ、非常に緩急を使った、うまいピッチングが、持ち味なんですけども、まあね、まあ、一発が出れば、まあ、勝つんじゃないかなっていうふうに思ってまして、僕は5対3で勝つと予想しております。はい。ちょっと今日のね、スターティングメンバー見ても、ちょっと謎なところがあるんで、ちょっと右側でね、データを振り返りながら、最後にちょっとね、原監督のちょっと謎采配というかね、なんていうの、謎の抹消についてちょっと語っていこうかなというふうに思うんですけども、はい、4月の、ジャイアンツとスワローズの打線の成績になります。はい、まあね、まあ見ていくとね、そんなに変わりはないと思うんですよ。ただ一番変わりはここね、得点圏打率やばいっす。これ155ってやばいっすよ。1割5分5厘ってもうほぼチャンスで打ててないみたいな。もう、ジャイアンツファンの方だったら分かるでしょ。マジでチャンス打てないなっていう。前のカードもそうやし、まあもう7月入ってからずっとなんですよ。もう得点圏でヒット打ったやつおるみたいな。誰が打ったみたいな。155もあるみたいな。0割ちゃうかみたいなぐらいの、得点圏打率に比べてね、やっぱり、スワローズやっぱ2割6分3厘打ってるんで、やっぱりチャンスである程度打ってるんでね。これがね、僕ここはでかいかなっていうふうに思ってまして、1勝2敗か。予想したらもうここの数字が結構やっぱり鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、僕は、ヤクルトが勝ち越すというふうに、予想立ててます。で、投手陣も比べても、投手陣頑張ってるんですよ。ジャイアンツに関してはね。1.96、防御率 1.96。で、頑張ってるんですけども、まあ、4勝5敗というところで負けてるっていうところは、やっぱり打撃がね、やっぱ坂本さんが落ちてきてぐらいから、怪我したぐらいからずっと落ちてきてるんで、ここがね、どうなるかっていうところだと思うんですよ。だって、クオリティスタートを見ても、90% 以上、クオリティスタートを達成してるんで、ピッチャー、特に先発陣なんかめっちゃ頑張ってるんですよ。ただそこで、4勝5敗っていうところで、勝ち越せてないっていうのは、これは打撃が相当やばいんですよ。普通に考えて。で、逆にね、2.47 あるのに、6勝4敗っていうところで、スワローズ勝ち越してるんですよ。7月でね。やっぱり、そういうところだと思うんですよ。だって、クオリティスタート率って言ったら 40% ですよ。全然違うじゃないですか。90% と 40% で。全然違うのに、6勝4敗で勝ち越してるっていうのは、やっぱり、打撃の方が、特に得点圏打率であったりとか、まあ、率もそうですけども、非常にね、OPS もまあ高いし、そういうところが要因になってきてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、先ほどね、この、ヤクルトのピッチャー陣ね、非常にその、ピーターズに関しても、まあ、高橋投手もね、3.59 っていう数字ですけども、7月、に入ってから非常に調子がいいので、これはちょっとこの打線だと僕やられるなっていう感じはしてます。はい。で、僕はこれ試合前に撮ってるんですけども、今日のスタメンね、ブリンソン抜けて、中田翔選手も抜けてるっていうところで、もうどないなっとんねっていう、どない打線なっとんねんて。で、一番ね、別に批判するわけじゃないですけど、増田大輝が、センターで、一番センターで出てて、で、中田翔選手の足の状態が悪いんかな、どうなんかわかんないですけども、だって、中田翔選手今いなかったら、ジャイアンツの打線終わりっすよ。普通に。誰が打つみたいな。まあ、カズマぐらいですよね。まあ、秋広もいるけど、まあ、中田翔選手がいいところで、この間のカードもホームラン打ってたりとかしてたのに、その選手がいないっていうところでね、まあ、長野さんが出てたりとか、まあ、丸さんが、ライトに行ってたりとか、今日のスタメン見て思ったんですけど、これ大丈夫かみたいな。まあ確かにまっすー、その調子、2軍で調子良くて上がってきたっていうのはあるんですけど、大丈夫かなっていう、怖さなさすぎるやろ、打線にと思って。まあ、ブリンさんもね、まあ、あんまり、まあ、良くはないですけども、でもまあ、打つときは打つし、なんかこう、1打席目でその日が分かるみたいな、選手なんで、もしいいときに当たったら、めちゃくちゃやってくれるんで、
それを外すっていうところね。で、中田翔選手も外れてるっていうところで、もう今日は負け確定かなっていう風な感じで僕は思ってて、まあ先発井上で横顔を抹消してるっていう、繋ぐ、ロングで繋ぐやつがいないんで、だからまあ僕負けるんちゃうかなって思って2対5っていう予想したんですけど、皆さんどう思いますか？僕今日のスタメンとか見て、あれこれ大丈夫かと思って、これなんか、ふざけてないと思って、批判してるわけじゃなくて、その、普通にね、普通に考えて、どうなんと思って、ファンの皆さんどう思います？これ見てる方、スタメン見てください一回。僕見て、ちょっとびっくりして今日。怪我なのちょっと聞いてみ、その、ジャイアンツの選手に聞いてみますけども、ちょっとよくわからん、スタメンだったんで、何を意図してやってんのかなっていう感じは正直しました。はい。てな感じでね、僕の予想は、まあ、負け負け勝ちというところで、まあ、負け越すんじゃないかな。今のジャイアンツの特にね、打席陣、野手陣ね、を考えたら、これは点取れんやろなって思いますんで、皆さんどう思われましたか？ぜひね、僕に同意する意見でもいいですし、僕はこう思うみたいなことをコメントで、送ってきてください。ディスカッションしましょう。僕もね、これ、あんまりね、まあ、当たる時もあれば当たらない時もあるんで、僕の考えはこうなんですけども、いろんな考え方あると思うんで、ぜひね、ディスカッションしましょう。議論しましょう。めっちゃ僕好きなんですよ。コメント欄でやり取りするのが。だから、皆さんぜひね、ここまで見てくださってる方やったら絶対意見あると思いますし、巨人の大ファンの方が、多いと思いますんで、ぜひね、ディスカッションしましょう。はい。そういうところでね、複数の目というか、いろんな意見を持って、野球を観戦するっていうことは非常にね、より面白く野球見れると思いますし、ね、いい体験になると思いますんで、ぜひね、僕のコメント欄をそういう、まあ、ディスカッションの場にしてもらえればいいので、ぜひね、コメントであったりとか、高評価であったりとかね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、てな感じでね、毎週恒例の勝敗予想やってきました。今回はね、当たるんじゃないかなっていうふうな予想をしてますんで、ぜひね、勝敗と比べながら、追ってみてください。はい、てな感じでね、今日はこんな感じで終わってきます。最後まで見ていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ではでは、こんな感じで終わってきます。じゃあねー、バイバイ。